今回は、平均調整の論点について解説したいと思います。公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合などから、二つ以上の年金を受給できるようになった場合には、いずれか一つの年金を選択しなくてはいけません。これを、一人一年金の原則と言います。ただし、国民年金は、 国民共通の基礎年金を支給するもので、厚生年金保険などの費用者年金は、基礎年金に上乗せして支給する制度ですから、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金という支給自由が同じものについては、一つの年金とみなされて併給されます。また、この他にも、 特例として併給するものもあって、図にすると数字の4のような形になるという覚え方があります。では、支給自由が同じである場合以外に、どのようなケースで併給されるのかについてお話ししていきたいと思います。まずは、老齢基礎年金と遺族厚生年金の永給について。65歳以上で老齢基礎年金を受給している人が、 遺族厚生年金を受給できるようになった場合は、老齢基礎年金を受給しているからといって、遺族保障を受けられないというのは無限な話ですから、これらは一緒に受給することができます。また、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している人が、65歳以上で新たに老齢基礎年金を受給できるようになった場合は、 遺族基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金を一緒に受給することはできないんですが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は一緒に受給することができますから、遺族基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせか、老齢基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせのどちらかを選択することになります。 次は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の請求について。老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給要件を満たした人は、選択制ではなくて、自身の老齢厚生年金を優先して受給することになっています。ただし、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を上回っている場合は、その差額が請求されます。 図で説明しますと、例えば、これまで遺族厚生年金を受給していた人が、老齢厚生年金も受給できるようになった場合、老齢厚生年金が優先して支給されますが、支給額が少なくなった場合には、その差額が遺族厚生年金として支給されますから、結果として、老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されることになります。ちなみに、 老齢厚生年金の方が、遺族厚生年金よりも多い場合は、遺族厚生年金の支給が停止されて、平給は起こりません。自分が払った厚生年金保険の保険料が無駄にならないようにという建前らしいのですが、老齢厚生年金は雑所得として税金がかかるのに対して、遺族厚生年金は非課税ですから、 税金を取りたい国の思惑が透けて見えるような気がしないこともないです。次は、障害年金と厚生年金の平給について。この論点は結論だけを単純化して覚えるなら、障害基礎年金は障害等級2級以上のとても気の毒な人が受け取る年金ですから、3種類全ての厚生年金と平給されて、 一番有利な組み合わせを選択することができると覚えるのが一番いいと思います。次は公的年金と労災年金の永給調整について。公的年金の障害年金や遺族年金と労災保険の障害給付や遺族給付が永給される場合は、労災保険からの給付が減額される仕組みがあります。これは 両方の年金を未調整で支給すると、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうのが理由です。ちなみに、平給されるのはあくまで2つの年金が同じ原因で支給される場合であって、原因が異なると、平給調整はありません。つまり、例えば、障害基礎年金や障害厚生年金を受け取っている人が、 労災保険から遺族保証年金を受け取るような場合は、どちらも満額支給されます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。